前回で飛ばせは、大矢部春彦が1969年に発表した連作短編小説。スポーツカーを題材としたハードボイルド小説である。1967年から1968年にかけて月刊誌・宝石に連載され、1969年に単行本が刊行された。電子書籍化、劇画化も行われている。 大矢部春彦は1965年に重機不法所持の容疑で検挙され、無効3年間、領収所持許可取り消しの判決を受けた。本作は、取り消し期間中に書か,かれ、当時モータースポーツに熱中していた大矢部は、執筆にあたって、自動車が重要なツールとして機能する、同一主人公による一致は完結スタイルをとっている。作者は、 男と車の一見繊細な外面の中に隠されたタフさを描きたかったとし、ストーリーには毎回異なるスポーツカーが登場し、欄外にはスペックや用語解説のコラムが付記された。これは新書版や文庫版でも踏襲され、それぞれ車両の専門家による時代に合わせた記述がされている。作者は1983年の角川文庫版の序文で 本作が1973年の排気ガス、規制試行前に書かれた作品であり、取り上げた車種もすでにクラシックカーになっているとしながらも、ノスタルジックな名車ゆえに、今なお読まれる価値のある作品ではないかという胸を述べ、1990年の公文社文庫版の序文では、国産車のスペックの向上ぶりについて、試験を述べている。なお、本作の電子書籍版には、コラムを含めて、 公文社文庫版のテキストが使用されている。佐賀幸三32歳。作曲家で、ラリードライバーである彼の裏の姿は、国家保安工作員。今回、彼は10代の車を買って、時にはスマートに、時にはしたたかに、国家を揺るがす、数々の陰謀に立ち向かってゆく。突起あるものを除き、タイトルは本校に順ずる。コラムの執筆者名を吹き、 ありがとうございます。